あ、でもやっぱり一番おいしい食べ方はご主人公ですね。ね、うん、主役来たら美味しいけど、中へ変化ソースを入れて、バターにして食べたい人多いやん。まあ、いろいろ、調理もあるかもしれないですけどね。ラスト年だったら、大概料理番組で、こんなことしてたら、あんばで揚げるとかね。はいはいはい。フライとか天ぷらとか。はい。何か、とにかく、こう言うて、家持って帰ってすぐ食べたいんですけど。あでも、おじいちゃん、おばあちゃんとかやってても、そんなの結構便利だったよ。その、年寄りがこの頃、もう手抜きたがりまあ、でも、そのためにも、ちさちゃんさんが、おじいちゃんがね、頑張ってたのが、今、女の人というのは、働いてるんですよ。とにかく、調理に時間かけていく人が多い。もう、とにかくすぐ帰ってくる、すぐ食べるんで、今の電子レンジ、チーズ、食べるようにしちゃうんだけどね。